はい、どうも、ジンです。東京プロまで10週間ってことで、いよいよ、ね、また今年もこの時が来ました。はい。東京プロのチケットも、なんと1日で全席完売ってことで、またこれは盛り上がるね。ね、はい、その一番ね、1年で盛り上がる、ね、チケットの売れる大会で、そこで、ね、勝つとか負けるとかを期待されてる、ね、自分っていうのを、幸せですね、俺は。自分選手として。ね、そんな大舞台でやってくれんじゃないかって、ね、期待されるってことはいいことですね。プロになってプロ戦やってから、この5年、4、5年ぐらい、パッとせず、去年6位、その前3位と。なんか順位はね、微妙に、まあ、ファーストコールで、ね、あれなんだけど、まあ、結局1位にならないとオリンピア決まらないっていうのが、この、プロの戦いなんで、東京プロでやっぱ決めるってことがね、一番盛り上がるからね。だからここでちょっとそろそろでしょ、オリンピア行ってわーって盛り上げて、でそこで、ね、今年から来年にかけて、ね、ファーストゴール食い込んで名を残していくみたいなって、もうそろそろかなって俺も思っていて、東京プロを目指す中で、ね、いろんなあのコメントとか DM とかたくさんもらうんですけど、まずね、出場大会についてちょっと話していこうかな。出場大会で、最初の予定で2ヶ月前とかな、1ヶ月半とかの動画で出れそうだったら、まあ、バンクーバーとかね、7月の大会出ようかなみたいな、でそこに何やらね、金金が出てくるからみたいなとか、なんか DM とかコメントとかもたくさんあったんですけど、そのバンクーバープロについては、まあ、そこから行くのか、東京プロから行くのかっていうのは、まあ、最初からずっと、清水さんとか、持田君とか、みんなに相談はしていて、そこに合わせるんだったらね、結構減量で言うと少しピッチ上げなきゃダメだよっていう感じだったし、で、東京プロから行くなら、まだまだこうじっくりじっくり、カーブ削りすぎず、じっくり、仕上げていこうっていう二択だったんですけど、ちょっと今回に関しては、まあ、いろいろね、話して、考えた結果、東京プロをまず一発目に持ってきて、でそこから東京プロで決まったら10月オリンピア出て、でその10月以降の大会を、もしこの先出て決めると、また来年のオリンピアもね、もう出れますよっていう風になるんで、まあ、どっちかっていうとその8月からの、連戦のね大会、そこを皮切りにスタートとしてこうみたいな感じの形になりました。なんで僕の、ね、一発目の大会はまず東京プロから、始まります。自分が一番勝ちたい大会何かとか、一番じゃあ仁さん勝ったらどこで盛り上がるのってなったら、やっぱ東京プロがね、誰がどうね、聞いたって東京プロなんで、まあ、そこをフルパワーでちょっと頑張っていきたいなと思います。っていうのも去年、まず台湾から出てから東京プロと出たんですけど、どっちが良くてどっちが悪いとかは正直わかんないっていうか、ね、その時のコンディション合う合わないとかもあると思うんだけど、まあ、一発目で、しっくりじっくり合わせられる、余裕持って気持ち的に余裕ありながら合わせられるっていうね、方で今回は、行きたいと思います。あとあれか、減量の進捗についてかは、今のこの 2ヶ月ちょっと前、まあ、10週前、今までの10週前って 今の10週前で比べると、なんかもう、今の気持ちで言うと、ほんとあと1ヶ月とか、なんかそのぐらいで大会出ようみたいな、なんかこのよくわかんないそわそわ感と、不安感と、プレッシャーみたいのは、なぜかすでにもうある。まあこれは、意識が高い証拠だと思うんで、いいことだと思うんですけど、うん、なんかそのそわそわ感も日々今は持ってますね。でまあね、金金に煽られたりとか、まあ、それに伴って皆さんがね、いろんなしょうもないコメントと、たくさんのしょうもない DM をね、いっぱい僕にいただけるんですけども、うん、そこについてちょっと話すと、金金がそのね、俺の増量期しっかりできてたことができないとか、まあいろいろ話してたのは、それはね、彼は同じ選手で、僕も同じ土俵に立ってるんで、そこはね、自分ができていたことを言ってくるのは、まあそれは選手と同士なんで、まあ別に問題ないし、そこしか言えないよねっていう話なんで、まあ別に問題ないかなと。で、そこで、金金キッズたちが、それに対して、
ね、あのグダグダと僕に DM やコメントしてくるのに関しては、まあ、正直で言うとちょっとうるせえから黙ってるっていうのが本音で、こういうコメントとかそういうものを見てると、なんか本当にこの世の典型というかだなと思うのが、その今現在俺はここに向かって一生懸命頑張って目指しますよ、今頑張ってます、自分のできることやってますね、過去ね一番良かったし、ね、あのポジション上がった清水コーチ、清水さんだったりとか、トレーニングにおいては持田君ね、今まで学んでこなかったことをより深くするために持田君つけて、今までと違うねポージングだったりとか体の使い方とかを、まあ、日々、頑張ってますと。今この瞬間頑張ったからって言って、そんな来月じゃ結果出ます、来週すぐで良くなりますなんてことは、まあ、ないんで、あの物事ってのは。なんでああいうねものを見てると俺がすげえ感じるのは、今目の前に一生懸命やらなきゃいけないことをこうフォーカスしてスイッチ切り替えてこうやってる時に、過去がどうだろう、こうだったらみたいなとか、所詮なんやにはみたいな、所詮人はとか、なんかそういうね、あのまあ書きたくなる人たちの気持ち、まあ、さ俺は分かんないけど、まあ言いたいんでしょうね、何かしらを。もう全てのこれ物事においてみんなこういうことを何か挑戦するときに、ね、周りの友達とか一番近しい人だったら親とかさ、親友とか、わかんない、それは彼女かもしれない、嫁かもしれないけど、こうやって人が物事を何か一生懸命頑張ろうってときに、必ずと言っていいほどこうやって、ああでもねこうでもねやめた方がいいよ、失敗したらどうすんの、どうせなんとかなんだからとかね、どうせお前頭悪いんだからとか、どうせ学歴は低いんだからとか、そんなことばっかりやっぱ言ってくる人たちってのは必ず存在するわけで、まあ俺のねこの例を見てもらえばわかりますね、コメント欄ね、どんだけこうやつとしても、だからどうなんだよ、だからこうなんだよ、増量期がどうみたいなね、そういうのすげえバーってあるじゃん。こうやって足を引っ張ってきます。でいろんなことを言葉を浴びせてきて、いろんなことを言ってきます。で普段だったらぶっちゃけどうでもいいことでも、意外にさ、こういう減量期のたまにこう、センチメンタルジャーニーになってる時、意外になんかそういうどうでもいいような言葉がね、ちょっとレバーブローに効いたりとか、じわじわ来たりする時も、正直言ってあるんだけど、うん。なんかそれを今、俺は客観的に見てて思うのが、変えられないその過去の物事とか、なんかそういったものとかさ、才能がどうみたいなこととか、なんかそういうのに執着というか、そこにフォーカスして、で今一生懸命やってること、やろうとしてることよりも、過去の変えられないどうしようもないようなこととか、ね、言ってもしょうがない物事に対して永遠にこう言ってるやつらを見ると、ほんとしょうもないなと思うし、どんだけ後ろなんだろうな、人生ネガティブで生きてるのと思うし、どんだけお前の人生つまんない人生歩んでんだろうこの人って普通に思う。だって変えられねえんだから、そこをなんかぐじゅぐじゅ言っててもしょうがなくて、今どれだけ一生懸命やるかに目を向けなきゃいけないのに、永遠にここの変えられないここの時間軸を言ってんでしょ。今この現在の軸、要は変えられる物事っていうのが、今この瞬間とその先の未来と、あと自分自身のこと以外はもう変えることはできないんで、なんかそれ以外の他人とか過去とかね、じゃあ天災が起きました、地震が起きたとかね、なんかそういう変えられない事象、まああんじゃん、今世の中あったらね、政治がどうとか、まあ、多少のね、投票で変わるのかもしんないけど、ね、なんか自分の本当にマンパワーじゃどうしようもないような物事に対して、みんなフォーカスしすぎっていうか、そこに時間や意識を持ってかれすぎだなっていうのはすげえ感じたね。だって変えられねえのにさ、なんか意味あるよ、その、言ったところで。人の増量期が、みたいな、うん。俺に対してそう言ってるってことは、自分の人生に対しても、ね、何年前に俺はこうしてればとかさ、あの時俺はこうしてればみたいな、永遠に言ってんのかな、こいつら、みたいな。で俺は普通に思うし、そんなことを永遠にさ、グダ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 人のコメント欄、もう自分のことだったら100歩譲ってね、別にいいよ、自分のことだから永遠にそんなしょうもないこと言ってりゃいいんだけど、人のコメント欄とか DM でもね、わざわざ言ってくるって、めめしいって、しかも厳しいって、お前の人生絶対充実してないって、はい、これは断言して言えると、同時に俺のそのコメント欄を見ながら、なんか今そうやってね毎回言われて、なんかちょっと挑戦しようとしてることやめようとか、やっぱ自分って才能ないのかなとか、わ、じゃあいいよ、なんか仕事挑戦して借金負ったらどうしようみたいな、ちょっと多分ネガティブになってる人とかもいると思うの、実際に。俺だったらね、コメント欄何百件とかね、DM も意味わかんねえ。金金がよくわかんねえディス出してから、意味わかんねえ DM もバカみたいに来るから、ね。だからお前はデブなんだみたいな、なんかよくわかんねえさ。そんなね、
周りにちょっと、だから、俺ですらその何百件ね、下手したらね、何千件みたいなレベルで、まぁ、ちょっと、あ、マジだとか思う時もあるけど、でも他の人たちってさ、多分俺と比べたら、まず言われて数件とかさ、言われて10件とかの話だと思うのよ。ね、10人に言われましたとか、なんかそういうレベルだと思うんだけど、そんなね、自分がこうやると決めた、ここを成し遂げる。オリンピア出るってのは俺のまあ夢ね、この筋トレ、フィジークってものを始めた夢だから、ジェレミーに憧れて始めたっていうのは、ずっと言ってる通り。自分の夢を他人ごときに、のよくわからない、ね、誰かもわかんない、なんか気分でね、ストレス発散に書いてるのか何かわかんない。そんな相手にちょっと言われたぐらいで、なんか俺ダメなんじゃねえかなとか、やめようとか思う次元の覚悟と、夢だったら、そもそも、そんな叶うはずねえから、今すぐやめた方がいいと思う。今すぐ。っていうのを、もちろんね、そういう状態にある人にも今言いたいし、自分自身にも言い聞かせてます。こんな、ちょっとやれたぐらいで、なんか揺らぐような、ね、信念ってことは、それ本当の夢じゃねえからって、自分に言い聞かせながら、今、日々、減量と向き合って、過ごしております。なんでまあ一生懸命ね、今やってることに対してちょっとフォーカスして、そこに対してね、まあポジティブなコメントだったり、まあそういうのしてもらえたら、より頑張れるし、嬉しいなと、思います。はい。で、まあちょっと長くなったんで、ちょっと最後サクッといきたいと思うんですけど、あとまあ東京プロでね、まあ俺の PV 出たりとか、誰が注目されて誰がどうみたいなのあるんですけど、これは俺自身がね、自分では、しっかりこのね、バルクとか、そういった意味では、もともとあるんで、僕は、に関しては。なんで、あとは本当完成度仕上がりとか、皆さんに言われてる絞りとか、まあそういったところをしっかりピークに持ってきて、まああとはね、しっかり大会でハマる大会と、あとポージング的なところ、見せ方っていうのを、しっかりまあ今ね、持ち役のパーソンを受ける旅とか教えてもらったことをこう、毎週毎週改善して、次の週にね、持ち役に見てもらってってことを、まあひたすらね、この、繰り返してるんで、まあ、そこをどんどん改善されていってると思うんですけど、まあ、そこをやりさえすれば結局自分が、ね、圧倒的に勝ってオリンピック行くっていうのはなんか僕の中で自分自身に確信してるというかその自信しかないんで、なんか誰がどうとか、ね、人が どうっていうのはこういう時期って気になったりすると思うんだけど人に意識向けてるうちって多分ね 俺が思うに勝てないし、人に意識を向けたりとか、人のコンディション気になったりとか、相手がなんかうまくいってる、いってないみたいなことを気にし始めた時って、自分に集中できてないって言うから、そういう時ってね、意外にうまくいかないんですよね。減量もそうだし、人生もそうだし。で、うまくいく時ってやっぱり、自分自身に極限までフォーカスしてて、他がもうどうでもよくて、自分自身が今日一日ちゃんとね、最大の状態でなんか物事こなせたとか、最大の状態で、パフォーマンス発揮できたとか、その自分にすげえフォーカスが向いて、他がね、本当どうでもよくなるっていうか、こうなるんで、他がもう本当に全部シャットダウンされるんで、そういう状態にこう向かった時っていうのが、やっぱり一番強くなるし、一番結果出るし、一番ね、すべてのパフォーマンスが最大化される時なんで、もちろんね、エンターテインメント的にとか、そういったものは俺も分かってるし、面白くなるんだったらね、そういうのも直前にぶち込んだりとか、全然それはしようと思うんですけど、でも自分のこの個人的なね、ものとしては、やっぱ自分にどれだけ集中できてるかが全て。で、自分はそこがかっちりハマれば、確実にオリンピアに行って、で、トップ食い込めるっていう、自信しかないんで、自分自身に。そこは本当に自分を疑わずに、一生懸命、自分にフォーカスして、やり続けるだけ。まあ、オリンピアが決まったね、日本人選手、ジョーとファルークに関しても、オリンピアね、向けて、コンディションを作ってると思うし。で、東京プロに出てくる人たちは、まあ、言ってしまえば、まだオリンピア決まってない人たちなわけじゃん、全員。だから、誰がどうとか、誰が強え、弱えとか。まあ、オリンピア常連選手のね、毎回ファーストコールの選手が、ポッと出てきますとかって、また話は別だと思うよ。別だと思うけど。別になんかオリンピア1回行きましたとかね、2回行きましたとか、毎回ね、勝ったり負けたりみたいな、繰り返してる別に選手たちがね、集まってくるわけで言ってしまえば。そしたら、俺からしたら、まあ別にそんなに大差ないでしょっていう。もちろんコンディションのその時の当日の差とか、そういったものはあると思うけど、別にそこで、ね、絶対に逆立ちしても勝てないとか、
あの自分じゃやれないみたいなことなんてそんなことないでしょっていう、うん、ましてやその中でしっかりバッチリ自分がハマれば俺に勝てないでしょ誰もって俺は思ってるんで、あとは、ね、それをしっかり有言実行して、きっちりぶちかまして全員ねじ伏せてそういうこと言えないようにするっていうのがあと全てなんで、ね、勝てば完全負ければ続くってやつですね、うん、勝てば全てが正義になるから、うん、もうそこだけです、はい、っていう気持ちで、今回の東京プロ、臨んでますんで、まあ、もちろんねコメント欄がどうとか、まあ、それは別にネガティブなこと書こうとも、ね、悪口書こうと別に自由なんで別にいいんですけど、見てて思うのはそういう感じかなと、まあ、思うのはね、まあ、俺も煽りとかね別に乗ったりとか全然いいんだけど、最終的になんかお互いがウィンになるような煽りとかビジネスにつながるような煽りって言ったらちょっとあれだけど、ね、お互いそれをやることによってなんかうまくこのビジネスがねこう掛け合うようなこととかを煽りだったら俺も全然やるけど、なんか小学生みたいな、なんか悪口の言い合いみたいな、ね、格闘技だったらなんか、ね、ぶん殴ってなんか殺せみたいなさ、まあ、実際にぶっ倒すわけだから全然ありだと思うけど、なんだろうこの競技でなんか小学生みたいなしょうもねえなんか悪口というか揚げ足取りみたいな、なんかしょうもねえなと思うから、うん、それに関して全然乗り気ないよね、うん、まあ、なんかそういう面白い、ね、みんながこう相乗効果で掛け合うようなよりみんながこのめり込んで、ね、それこそ B ベットじゃねえけどさ、誰が勝ったら、ね、掛け金何倍みたいな、なんかああいうと盛り上がるし、みんなこう引っ込まれんじゃん。なんかそういうなんかね、面白いことが、俺の中にアイデアが落ちてきて、なったら、バチバチで、金金煽り倒して、巻き込んで、なんかそういう面白いことができたのかなと思います。で、今回ね、こういうふうに俺もね、動画攻めたこと言ってるけど、結局ね、やること変わんないし、どうせやるなら盛り上がりたいし、ね、これ言ったからにはね、俺もより自分にプレッシャーをかけなきゃいけない環境だし、勝たなきゃいけないんでね。まあ、俺は自分が発言すればするほど自分に対してプレッシャーかかるし、ね、より、そういう環境になるんで、まあ、自分を追い込むっていう意味でも、全然いいのかなっていう。まあ、あと勝つだけなんで、やります、はい。じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。東京プロ10週間後楽しみにしててください。結果なきところに未来なし。やるかやるか。じゃあ、バイ。